あ、音入ってますね。皆さんどうもこんにちは、こんばんは。よろしくお願いします。本日からクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンをやっていきたいと思います。あのですね、今この画面を起動したところオープニングが流れたんですけれども、そちらの方からご覧になった方がよろしいんでしょうか。これ戻れるのかな。これあのね、放っておくとね、急に今この画面のままで止めておいたんですけど、ムービーが始まるんですよ。あれ始まる、あ始まった、来た。これこれ多分これオリジナル版のかなと思うんですけど、あーザックス、アンジール、エノトルード、ソンさん、エアリス、あーラブレスの詩を読んじゃいそうになりますけども、あリンゴが、うわめっちゃかっこいい。いやもうこの BGM 上がるね。いつものね、電車のところ走って、はあ、おお、こうなると、というわけでございます。ムービーはあオリジナル版リマスター処理しつつオリジナル版、はあ、ということでやっていきたいと思います。あの概要欄にも書いてあるんですけれども、ファイナルファンタジー7オリジナル版と、まあ、PS 版ですねと、リメイクと、一応こう PSP のクライシスコアもプレイ済みなんですけど、やや記憶があやふやになってたりとか曖昧になってるところもかなりあると思うので、ちょっと皆さん多めに見ていただけたらなと思いますのと、あとネタバレしないように、重大なネタバレをしないようになるべく進んでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにこれ私今着てる T シャツ、これあのねファイナルファンタジー7のこうオリジナル版の名シーンが詰め込まれた T シャツなんですよ。これユニクロで販売されてた、これこれこれ、ここにファイナルファンタジー7って書いてあるんですけど、そうユニクロのやつね。そうただちょっと半袖だと今時期ねちょっと寒いんで上から羽織らせていただきますと。はい、シャツがネタバレ大丈夫だろう細かくすぎてわかんないでしょ。はい、ということで始めていきたいと思います。ニューゲーム、日本語、ノーマルモード、ハードモード、ノーマルだった気がする。 FF7 リメイクもノーマルでやった気がするんで、ちょっとノーマルでいきましょう。デフォルトタイプでいいかな。カメラは画面の明るさ、明るくする、明るすぎるか。でもそんなに暗いシーンもないと思うんだよな。ちょっと7ぐらいにしときますか。はい、ちょっと配信通してだと若干暗く見えることもあるので、はい、ゲーム始めます。シンラカンパニーの看板からスタート。
わ、これ数式、この数式何の意味あるんだっけ、全然わからん。いやもうこの BGM よ。うわー、魔法のミッドガル、かっこいいね。うわ、魔法の光が、これ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 、あの独特の綺麗な緑なんだよね。来た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 、あ、来た来た来た。いつもの新羅の電車、占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。うわー、始めじゃねえ。これが主人公ザックスです。来た、この降り方、この飛び降り方よ、着地の仕方。ザックス、ザックス明るいよな。あ、アンジル。ザックス、集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。これね、後に名前も出てきますが、アンジェルというね、まあ、同僚というか先輩というか尊敬する人ですね。手が込んでるね。うわー、やばい、待って、身体能力高すぎるな、ザックス。さすがソルジャー。あ、来た、いらっしゃいませ。嘘だろう、嘘だろう、強すぎるって。え、マジ大丈夫。しかしそれも弾丸を刀で弾くって本当にあるんだ。うわー、かっこいい。ソルジャークラスセカンドザックス参上。ドーン。いや、この強さでまだセカンドなんだよね、この時。わあ、凛々しいな。でも表情からもやっぱなんか明るい、ちょっとなんだろう、まっすぐな天真爛漫さみたいなのが感じられるな、やっぱザックスって。陽の、陰と陽だったらやっぱ陽の光を感じる。来た、この飛び降り方の着地よ。うわー、映像すごい綺麗だな、すごっ。来た、一番街、駅ホーム。セブンリメイクと同じ場面から始まる。うわ、ガラケー。こちらザックス。ザックス、順調か。アンジール、どうなってるんだ。神羅の兵士が敵だなんて。奴らは偽装したウータイ兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。あ、そっか、8番街の方だね。ウータイと、なあ、それにはまず駅の突破が必要だ。ウータイと衝突してんだよね。すぐにわかる。気を抜くなよ。じゃあなんか侵略してんじゃなかったか、ウータイで。いいんだよね。じゃあ遠慮なく。あ、来た、もう戦うの。あ、ちょっとこのさ、アクティベイティングコンバットフォームのさ、このさ、女性のこの音声もさ、オリジナル版と一緒じゃない、この音声。アクティベイティングコンバットフォームの夏いよね、この戦う R1 ガード、罰回避。これは FF7 リメイクと同じ動きかな。R3 でロックオン。押し込みでロックオンか。L1R でターゲット変更。コンバットモードか。アクティベイティングコンバットモードか。行きましょう。
うわー、やっぱこう動きに爽快感があるな、相変わらず。リミット技とかどうなってるんだろう。なんか待って、銃のさ、この銃撃がさ、もう1しか食らわないって、もうザックス強すぎる。これマテリアを使用する、 L1 を押しながら、ボタンの組み合わせで使用することができます。あのマテリアっていうね、あの魔法を使えるアイテムというか装備みたいな、特殊な装備があるんですけれども、丸い綺麗な宝石のような、1番目2番目3番目4番目え、これどうやって装備してるの、まあ分からんけど、いっか、とりあえず今はいいわ。まあ、強い、ザクス強いな、やっぱソルジャーだもんな。でソルジャーの、クラスバーストっていうのが一番強くて、ザックスはこんなに強いんだけど、それでもコンフリクトリゾーブド、いらっしゃいませトロフィー、まずまずだな、いらっしゃいませ。これはファーストも近いね、ホーム奥の上り階段から広場に向かい、やっぱファーストをね、出世を目標にしていると。ザックスといえばこういらっしゃいませがこうなんか決め台詞的なところがあるんで。いやでもこのさ、ムービーじゃないところの映像もめちゃくちゃ綺麗。あ、ミッドガル市街すごい映像綺麗、解像度がすごい高いな。え、なんでなんで待って、何これ、ベヒーモス、なんで街中にいるんだ。うわー、待って、来た、スロット来た。このあの画面上のこのスロットシステムが、確かこのクライシスコアってすごい独特の戦闘システムで、なんか揃えると、柄が揃うといいことがあるんだよね、確か。なんだっけ、なんかバフがかかったりとか、あとなんか無敵モードになったりとかするんだよね。そう、パチスロ方式、そうそうなんで、うわ、あったわこれ。でもこれね、このね、柄が揃うのを見てる余裕がないんだよね、戦闘中。 DMW デジタルマインドウェーブと呼び、絵柄や数字が揃うと様々な効果を得ることができます。リールは SP を消費して自動で回転と停止を繰り返し、絵柄はゲームを進めると増えていきます。 SP っていう概念あったっけ。リミットブレイクが発生し、あ、そうそうだ、絵柄が揃うとリミットブレイクが発生して、リミット技をストックすることができる。数字が揃った場合は、様々な強化効果が得られます。絵柄リーチ時に数字が揃った場合は、ザックスや装備しているマテリアのレベルがアップします。そうだったっけ。敵の攻撃は罰で回避してよと。 R1 ガードね。なんでさ、待って、なんで、ちょっと待って、なんでこのさ、ミッドガルとかいう街中にベヒモスいるんだ。リーチ状態でない時に DMW の絵柄が、あ、リーチ状態でない時に数字が揃うと無敵、あ、そう、777で無敵になるんだよこれ、確か。でこれがめっちゃ強いんだよね。無敵などの強化効果を得られます。このさ、絵柄のみんながこうなんかスンとして、ちょっとカッコつけて斜めからカメラを意識してるこの表情もいいね。真ん中のセフィロスさんをはじめとして、まあいろいろありますと。無敵クリティカル物理無効とか、 AP 消費ゼロ、 MP 消費ゼロとかいろいろありますと。はい、絵柄がリーチ状態の時に数字が揃うと、あ、1から6の数字が2つ以上揃うと、揃った数字番目に装備しているマテリアのレベルがアップします。ふむ、まあこれはなんかね、もう正直多分戦闘に余裕が出てくるまではこの絵柄とか数字とか見る余裕ないんだよね、正直。まあ、なので、まあ揃ったら自動で発動するはずなので、揃ったなと思ってくれればいいかなと思います
数字の7が3つ揃った場合はザックスがレベルアップします。よしよしよし、いいねいいね。うわ硬いな、こんな硬かったっけ。え、アイテムを使用する。 L2、R2 と丸でアイテムを使えますよ。まあまだいいでしょう。我慢、我慢ってなんだっけ。我慢開始、なんか防御力が高まるんじゃなかった、我慢って。あ、ほらほら、なんかいろいろ発動してるスロットで。もうちょっと後ろ取っちゃえばそんなに大丈夫かな。ちょっと食らってる、うわちょっと尻尾で食らってんだよな、やばい。リミットブレイク、え、ちょっと待って、なんか揃いそう。あ、スーパーアーマーが我慢、あ、三角押さえて発動しない、え、マジそれ。あ、リミット技発動はこれか、三角、この説明ね。すべての絵柄が揃うとリミットブレイクが発生し、絵柄に応じてリミット技がストックされます。はいはい、バトル終了時に消えてしまいますが任意のタイミングで発動できる。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、セフィロスさん揃いそうじゃない。よし、うわ来た、なんきた、リミット技、本気を出せ、これならどうだ、きた、圧倒一戦って読むんだっけこれ。いいね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 。で適度にこう回避とかしていいんじゃない。きたー、コンフリクトリゾルブと。きた、敵に後ろを見せるとはよほどの自信家か愚か者。この長い剣は、この長い剣はまさか、どうして。きたー、セフィロスさん。くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。はよセフィロスさん。バカな、みんなガラケー。なんか映像が綺麗になってると見え方が変わる。アンジール、さすがアンジール。うわぁ、VR でしたというね。いや、すごいよな、この時代に。訓練中止。なんで？これつけてんのね、ザックスが。マジかよ。元祖 VR って感じ。これからが俺の見せ場なんだぞ。訓練だったってことね、うん、ザックス、まあ、ここをスマホにするにはやっぱり夢を持て。ああ英雄になりたければ夢を持つんだ、そして誇りも。うん、刺さってないザックス。いいこと言ってんのに。全然刺さってないじゃん。いや結構ね、この作品なんか夢とか語る人、語るキャラが多かった印象がある。お、なんだこれは、ロード画面。セーブしますか、夢を持て。はい、
いやなんか映像が綺麗になってると見え方が変わるっていうか、なんかセフィロス出てきた時も、あれ、こんな前髪鋭利な角度だったっけみたいな、こんな鋭角だったっけみたいな風にもなったし、なんかアンジールってヒゲ生えてたんだみたいな、なんか顎にさヒゲ生えてたよね、アンジール。なんかそういうイメージがなかったから、結構やっぱ新しい気持ちでできますね。ゼロ章クリア。あ、ゼロ章か、これまだ。はい。15年前の作品なんだっけ？あ、スクワットやってる。私も最近毎日やるようにしてるよ。ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで、現場はなし。俺、干されたのかって話だ。最あれ？近忙しいんだろう。みんな留守だもんな。え、これって。え？留守って、お前知らないのか？ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサード、ごっそり連れてさ。目的、動機、何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいで、お前の訓練も中止になったんだぜ。あ、それで訓練中おっ心。あ、と、へえ、そういうこと。ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。渋い。久々の実践任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ラザードさん。あ、来た、ラザードさん。ザックス、こうして話すのは初めてだったえ、ね。声あったっソルジけ？ャー統括のラザードだ。よろしく。すごいな、フルボイス。早速だが、ソルジャークラスファースト、ジェネシス。ジェネシスさん。一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？全然。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ？ああ、この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。アンジール大好きだ、アンジール。かわいいな、俺に恥をかかせるなよ。かわいいな、ザックス。犬じ準備ゃがん。整い次第すぐに出発だ。これがこの感情が尊いってやつ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。はい。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。ちょっと待って、これあれじゃない？よう、ザックス。カンセルだ。何でも教えてやるから任せてくれ。カンセル。まず何はなくとも戦闘だよな。こうカンセルさん、ちょっと待って、話聞こうか。トレーニングで分かっているとは思うけど、基本的なことをまとめてメールしておいた。そう、この人めっちゃメールしてくんだよね、この人たち。あの、この人たちだよ、カンセル。なんかすごいメールしてくれんの、カンセルさん。で、なんか、ちょっと待って、ネタバレなんないよな。なんかね、まあ、いろいろね、気が利くところとかもある。そう、マメな男。ちょっと読んでみろよ。そう、メールなのよ、この時代。15年前、2007年のゲームかな？クライシスコア。いや、当時ね、私ね、大学生でね、なんか、いろいろね、なんかその、学校の授業をしつつ、就活の準備もしなきゃいけないとかで、で、学生キャスターとかもやったりしてたから、なんかね、本当にゲームする時間なかったんですよ、このゲームが出た頃。だからもうめっちゃちまちまやってて、だからね、多分記憶がすごい飛び飛びなんだけど、でもカンセルからめちゃくちゃメールが来たことはすごい覚えてる。2007年だからね、もう LINE とかないのよ。
ストーリーを進めていくと様々な人からメールが届くようになります。受信したメールはメインメニューメールで確認することができます。はいはい、フィールドから R1 で開くこともできますと。はーい、カンセルに話しかける。メール読んだか。チュートリアルメールどうやって読むんだっけ。チュートリアルメールはこれだ。あ、何これ全部読まなきゃいけないの。話す、はい、ステータス、 HP、 MP、 AP、 はいはいはい、 AP、 なるほど。 HP の回復は、魔法やアイテムでできますと。チュートリアルメール。え、これ全部未読をさ、既読にしなきゃいけないの。あ、ここにバフ効果書いてあるんだ。デバフ、うん、まあまあいろいろありますよと。全部既読にしとけよということね。 OK、 ちょっと待って、このこのさ、メニュー画面かっこよくないですか。ちょっと、あ、出た。あ、そうだ、クライシスコアってそうだ、メニュー画面から物を買えるんだよ、シンラビルショップ。これね、めっちゃいいの、このシステムが。紙システムでお店とか行かなくてもここでポーションとか買えるっていう。ポーションエーテルで、エーテル売ってるのすごくないか。ソーマってなんだっけ。これがね、いいんだよ、めっちゃ楽なの。よし、メール読んだか。読んだよ、カンセル。てかカンセルこそ、ラザードさんは声あったんだっけ。カンセルこそ声つくの初めてだよね多分。え、これフルボイス最高にいいですね。読み終えたよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。覚えらない。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。うわ、それとさっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。欲しいんだけどマテリア。あとミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。ミッションってこれ確かサブクエだ。ミッションボードの前でバツを押すとミッションを受けられるようになります。調べられる箇所にはマーカーが表示されます。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。フィールドジョブには目的地がある方向を指し示すコンパスが表示されているので確認しながらザクスを操作しましょう。四角でマップを開けると。そう、ミッションが結構多いんだよね。声なかった分カンセルの収録膨大な量。確かにめっちゃ喋るもんなカンセル。ほら、このミッションボードに情報を登録するんだ。カンセル親切だな本当に。せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。おう、あ、そうだね、行ってみるか。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。セーブポイントという急にメタ発言をしてくるカンセル。これでも VR 的な概念なんだろうか、この世界では。あれがセーブポイントですと。でもオートセーブなんだよな基本的にね。新規ミッションが追加されただって。新規ミッションって、あ、ここセーブするだけか。セーブポイントでミッションから受注できます。特別なマテリアやアクセサリーなどの報酬が得られ、新たなミッションが追加されます。ゲームの進行とは無関係にバトルができるので、レベルが不足していると感じたりバトルの練習をしたりしたいときにミッションを受注すると良いでしょう。
おーい。これは何？訓練ミッション。兵士とのシミュレーションバトル。難易度は低いので、よもやソルジャーならば負けることはない。安心してバトルの訓練をしてほしい。エリクサーはもらえるけど。これ何？これをやれってことなのか？ミッションがあります。普通に進めてもいいのかな？もしかしてこれ。時間がありません。出発の準備をしてください。え？出発の準備をしてください。せっかく登録したんだから、腕鳴らしに行ってこいよ。え、やっぱ行ってこいってこと？戦いや何かで不安なことがあれば、チュートリアルメールで確認するといい。親切だな、完成。これに行ってこいってことね。オッケー。行ってきます。はい。戦いの練習って感じか。うわー、この女性の音声いいわ。はあ、リミットゲージの状態5段階あり、段階が、あ、はい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 、リーチが発生する確率がアップしますと。ゲージがね、高い低いあると。回転攻撃などのアビリティは戦うの後に発動する。どうやってアビリティ発動するんだっけ。連続攻撃した後ほど威力が高くなる。アビリティを発動する際は活用しましょう。だってハイヒが三角がリミットボタンかなんかのかな。総攻撃みたいのないんだっけ。これでいいっぽい。え、こんなんでエリクサー1個もらえんの。チェッチェレー。 L1 押しながらでできる。お疲れさん、ミッションクリアだな。楽勝すぎてあくびが出るぜ。いや楽勝だったね。さすがザックス。いやザックス強いんだよな。舞台での活躍期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。地球ポットの説明がまだだよな。説明してくれんの。また何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。やっぱシンラカンパニーだからな。ここはソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さて今日は何が入ってるかな。シンラカンパニーの特殊部隊みたいなのがこうソルジャーなんだよね。だからシンラからブロンズバングル支給されてるから。出撃の準備が整ったみたいだな。いいものに違いないと思ったんだけど。メールについて教えとくよ。出たメール。今お前の携帯端末にメールを送った。なんか LINE 交換した後みたいな感じで。よし、じゃあこれでちょっと一応スタンプ送っとくねみたいな感じじゃん今の感じ。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるから。めっちゃメール来るんだよな確か。こまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。ああはいはいはい。よし、女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。カンセル。いいね、カンセルのこのいいな、ボイスついてんの。ま、だいたいそんなとこだ。カンセルのキャラ解像度めちゃくちゃ上がるね、声ついてると。そろそろ出発の時間だな。そう、勝手にメルマが登録されてんのよ。アンジェルと一緒なんだろ。頑張ってこいよ。ああ、いろいろありがとな。アンジェルと一緒にね。ザックスはマテリアを最大6つまで、アクセサリー4つまで装備可能です。はいはい、ミッションクリアしたりすると拡張されます。ほーん、ショップ、そうそう、メインメニューショップからいつでも行うことができます。そうだから、あ、そっか、ショップもミッション報酬で買えるとこが増えるんか。だからもうこれ通販なんだよね、オンラインショッピングなんだよね、もうこの時代。いや15年前だもんな。15年前ってなんかもうまださ、アマゾンがさ、本がメインだった時代とかじゃない。アマゾンってもともと書籍の販売しかしてなかったじゃん。そこから
ちょっとずつこう日用品とかも売り出したぐらいの時代なんじゃないのかな。メール祝メール開通カンセルだ。メールが使えるようになったことだし、これからは同期のよしみで情報通の俺がいろいろと裏情報を教えて。そう、情報通なんだよカンセルって。お前目先のことしか見てないからな。え、なにソルジャーホルダー移動しましたって。勝手に移動されるんだっけこれ。ミッドガル建設計画。ミッドガルは地上からおよそ300メートルの空中に浮かぶ都市で、地上との連絡は列車かハイウェイを利用します。北の魔航路を1番とし、そこから順番に2、3、8つの魔航路を設置し、電力供給を賄います。建設は順調で、シンラカンパニー本社ビルと市街地4区画の完成を残すのみとなりました。中央霊番街の本社ビルは内部が完成し稼働を開始しています。外観も2年後に完成見込み、7年後には市街地も完成する予定になっています。都市開発部門統括リーブ・トゥエスティ、リーブさんですね、このメールを送っているのは。っていうかこれメルマガか、リーブさん。あ、リーブさんって FF7 のリメイクでも出てきたっけ。出てきてるはずだよな。そう、これ確かクライシスコアって、この今の物語が FF7 本編の7年前だったはず、時系列で言うと。出てきてますね。そうそうそう、リーブさんですね。唯一まともな両親。シンラの中でもね、すごい、まあ、まともな大人として有名なリーブさんが編集したメルマガと。アンジェルに話しかけてウータイに向かう。オッケー、カンセルに話しかけたい。アンジェルと一緒なんだろ、頑張ってこいよ。ほんといいやつだなカンセル。アンジェル、ちょっと待って、ラザードさんはジェネシスの代理として君に作戦に参加してもらう。準備が整い次第ウータイへ出発してくれ。ジェネシスさんね。ウータイに出発する時間だ。準備はできたか。アンジール渋い。準備オッケー。びっくりマークついてるあたりがザックスだわ。私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。いいね。ところで、キャラが出てる。君の夢はファーストになるかな。いや、英雄になることです。そうか。叶いそうにない、いい夢だ。で、もしもし。いや、ここら辺めっちゃザックスっぽいな、こういうリアクションが。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ。もうこんな急に押されるんだっけ。俺に任せとけって。まだこの剣がさ、ラックス持ってる剣が普通の剣なのね、今は。まだ、おおしまい、おしゃおしまい。よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。ブロンズバングルか。統括もどっかで見てるんだろ。装備しなきゃ。とにかく活躍しないとな、ザックス。バカリンゴを知ってるか。なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。バカリンゴ。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ待て、なんだよバカリンゴって。さあ一体何なんでしょう、バカリンゴって一体何なんでしょうか。これダッシュとかはできないかな。うわ、なんか急に出てきた。一定時間走り続けると、あ、逃走できるんだ。 OK。 ウータ兵よりやっぱシンラの方が、シンラ兵の方がちょっと強かったかな。綺麗だな。うわ、綺麗だな。もうここウータイの領域に入ってるってことよね。これダッシュできないかな。
ダッシュの指示は受けてないからできないのか。なんか今シュッてやったけど。アンジール、バカリンゴってなんだよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に身をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。うわあ、綺麗だな。ゆえだ。言い訳だ。うわあ。しかしそんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。関係ないんだな。いや、この笑い事じゃないぞ。これから行く村があれだよね、アンジールのふるさとなんだよね確か。だから今その話をしていて、待って、ラザードさんから、待って、これセーブしとこう。タンブリン山参道、メール来たから読みましょうか。ザックスは鈴村さんの声、そうそうそう、なんかさ、そう、改めてザックスの声聞くとなんかすごい、なんていうの、絶妙な幼さがあってさ、なんか、あ、ザックスこんな感じだ、なんか若いなっていう思っちゃう。こんな感じだったっけみたいな。ソルジャーの責任とは、ソルジャーの皆さん、日々の任務ご苦労様です。先日多くの仲間が突然会社を去ったことは周知の通りです。社内ではソルジャー部門の戦力低下が問題視され、風当たりが強まっています。しかし視点を変えれば、この危機的状況は少数で成果が出せる高パフォーマンス集団としての重要性をアピールする機会でもあります。あ、好機でもあります。そのためにもまずはウータイ戦争の早期終結に全力を尽くしてください。ちょっと待って、ラザードさんちょっとなんか視点がブラックだな。人数がいないけど、これ逆にうちらは少ない数でも成果を出せば評価が上がるよみたいな、ピンチはチャンスだよっていうことを言いたいんだろうけど、ちょっと若干ブラックな上司感があるな。ラザード統括フォルダラザードフォルダ、フォルダ分けしてるんだ。してたな、ガラケー時代。確かに。あ、違う、まだウータイか。間もなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ。まだ村行かないんだと、ごめん、間違えました。俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して、で好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。まだかよ B 隊。その剣使ってるところ見たことないぞ。この剣ね、まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏症なんだ。笑うところか。おお、ドゥグー、作戦開始。だからこういうさ、演出をさ、少しずつ織り込んでるの、すごいさ、巧みなやり方ですよね。
FF7 の本編とかをやってる人は、あれこの件なんかあのクラウドが背負ってなかったっていう、まあ本編やってたらそんな感じじゃないか、あこれバスターソードやんってなると思うけど、普通にやってなくてもなんかグッズとかで、あれこれクラウドが背負ってる件やんみたいになるっていう、これ PS5 版ですね。感情の高まりが作用した、感情が高まっているときはそのキャラクターの絵柄でリーチ状態になる確率がアップします、だって。ここを通すわけにはいかない、うわ敵は一人だ、自分で迎え撃つぞ、なんかこのうわこの画角めっちゃ覚えてる、舞台兵のさ、うん、敵多いな、いけるか、ロックオンしましょうね、ね、はい、結局待ってブロンズバングル私装備してないんだけど、支給されたやつ、おしまい、おしまい、いやーなんかほんと明るいよ、レベルアップ、ブリザードマテリア入れてるってことか、私今んとこ物理ご利用ししてるだけなんだけど、そのうち多分魔法も使わないといけなくなってくるから、魔法無効開始強すぎません、いた、これでファイ、あ効果分かった分かった、 L1 でブリザード効果、効果 OKOK、 MP 消費ゼロだって、使おう、決まった、 OK、 いた、決まった、 あとはどういうの、あこれは魔法でやればいいってことか、はいこういうことね、はい、え当たってる？こういうことね。オッケー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 。あとアイテム使うのもちょっと慣れとかないとな。うわめっちゃ綺麗本当に。高画質。なんかもう忍び込んでる感じじゃないのね、正面から堂々と好きに暴れろって言ってたもんな、オッケー、潜入できたわ、楽勝、簡単すぎてあくびが出るぜ、気を抜くな、ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい、砦のどこかにいるはずだ、そいつを倒せば俺ファーストになれるのか、仕事の成果次第だな、お前の役目は陽動だ、派手に暴れて舞台兵を引きつけろ、そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ、そんなの楽勝だぜ、任せろ、やっぱなんかこうやって見てるとガラケーって結構使いやすかったよね、閉じるときにさパッてこのなんか手使って肩じゃなくて私パッてこう肩でビヨンってやって閉じてたりしてたから、スマホだとななんかなんだろう、パッてやってまあまあ別に片手でできるんだけど、あのパッてやるのがいいんだよな、ガラケーの、あ今の説明ちょっと飛ばしちゃった、もういいか、あダッシュ可能ですって、 R2 と L ね、あ OKOK、 ウータイ兵を倒しながら砦の中層を目指す、 R2 押しながらこれか、 OK、 うわー犬、弱点をつく、属性アイコンが表示されているので確認しましょう、だって、ええこれは、はいや待ってやばい、死ぬ、ケアル、え、これはブリザードすればいいってこと？ああ、なるほど、オッケー。あ、オッケー。ああ。
待って、私 MP 回復したいんだけど、大丈夫かこれ。はい、ソーマってなんだっけ。待って、ブロンズバングル装備しよう。マテリアは装備すると魔法やアビリティが使用可能になったり、 HP を強化したりなど様々な効果を得ることができるものです。魔力プラス3など、あ、さ、はいはいはい、パラメータ値が増えるものもありますと。はい、これを使って魔法を使います。あ、いいね、魔力プラス1、精神プラス1、回転攻撃、これもじゃあできるのか。マテリアじゃなくて装備、ブロンズバングル、はい、ショップでこれ、あれ買っといた方がいいかな。まあ、ポーション10個あるからいけるか。あ、 AP 回復がそうまで、ね、OKOK、 ありがとう。おお、いたぞ、あそこだ。この真ん中の犬を、これフォールランダーをシザードでやって MP がちょっとなくなりそうじゃないか、大丈夫か。うわ、すごい出てくる。え、兵長ちょっと強いな、ウータイ兵長。セーブポイントないかな。痛い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 、撃て撃て、え、おお、普通に切りつけでいいよな。回転切りとかちょっと使っていきたい気持ちはある。アイテムを見逃していませんか。 OK、 あれ、これ私戻ってる、戻ってきてる、戻ってきちゃったよ。ここのあれか、ここがくるんってなったのか。これ私はくるんってできないの。こうね。お、あった、なんかポーション。なんだこれ、なんかわざとらしく何も入ってない。うわー、だと思った。アクティベイティングコンバットモード、これで、回転攻撃。よいしょ。お、いいんじゃない。あ、わかった。こうで、連続すればするほどいいんだから。こうだ。オッケーオッケー。連続で切った後に、AP 使って、アビリティ使っていくと。あ、罰でマップ見られるか。この人たちはさ、あ、でも切るとあんまりか、強いんだよな。ケアルがまだ、間違えた、待って、 MP 使いまくってない。おしまい。アイテム使うやつがなんかミスりそう。ボタン、ポーションなのにエーテル使ったりとかしそうだな。こうでしょ。ちょっともうさ、え、避けられるの魔法、マジかよ。アンジールのスロット頼む、なんかなんか出ろ。精神を高め、肉体と一致させて。
オリジナル版の どうだった映像だこれ。いい線いってただろ。それは意識を集中してるだけだ。お前の力が解放されたわけじゃない。まあね、確かにあの感じとは違うわ。あれじゃん、力を解放できる精神状態を知ることだ。それができなきゃファーストは無理だな。マジかよ、これ柄が揃ってキュアルがレベルアップ。やったアンジール、サンキュー。戦ってないのがこことここですみたいな。こっちも、はいはいはい。あ、でもなんか MP 回復してるんだけど、これは何の効果だ？これスロットの効果っぽくはないけど、勝ったらってこと？ AP はなんか溜まってんのか。エーテルありがとう。あ、自分でもこれクルリンパで切るってこと？あ、おお、あはー、はー、なるほど。敵が来るんだね。おしまい。あ、レベルアップしたからってこと。スロット効果で回復したりしてんのか。なるほどね。こちらラザードだ。砦のあちこちに敵が潜んでいるようだな。難攻不落の評判は伊達じゃない。ああ、今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。ああ、なるほどね。回転壁付近に敵いますよと。え、このびっくりマークだよね多分ね。これってどうなんだろう。行った方がアイテムとかもらえるのか、もしくはこのさ、でも青いびっくりマークを目指せばいいんだから、こっちから行けばいいよな。行けないんかーい。下から行ってぐるっと回るのか。あ、ここになんかある。ハイポー、ありがとうございます。え、ここにもな、ここにも敵いるってこと？なんとしてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられるぞ。え、どうするかな。え、援軍が来る。突撃あるのみ、別の道があるはず。別の道あるか。え、なくないか別の道。どっかって、どっかって行けんのかな。もう行っちゃってよくないか。これ行ける行ける。突撃あるのみ。まあ、いけるっしょっていうことで、ザックスだったら突入してきます。ヒルムラ、こっちも突撃だ。まあ、ソルジャーなんでね。貴様ら、え、かわいそう兵長、部下に逃げられてる。すごい悲しいよ私は。うわー、ウータイに栄光あれ。悲すい。これが三角がブリザードで、あとは普通に倒すか。ではこのさ、あれなんだよな、カイヤが強いんだよな。結構100ぐらい削られるのよ。また電話。いいぞ、おかげで砦の中の敵は半減した。そのまま中心部まで進んでいいぞ。敵を全滅させてこそ英雄。いやー、先に進む。了解だ、そのまま先に進め。敵が半減したとはいえ、くれぐれも慎重に。残存勢力あと2残ってるけど。攻略戦終了。あ、待って、アイテム取れるような。オッケーオッケー。アイテムがあるかもよ的な感じなのかな。
まだまだいけるみたいのは。MP 回復スロット引いていきたいね。ちょっと。あそこが砦の中央部。ドゥ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 。え？砦の中央部。おお。結構急に現れるんだな。アイテム使え、アイテム使えそうになる、いつも L1 か、L1 だね。なるべく魔法使いたくないんだよな。ブリザードばっかりやってるから。ぽよん、あっち側にもある。あ、メール来た、新ラニュース。ミッションじゃなくて、新ラニュース。ウータイ選挙報告。治安維持部隊およびソルジャー部門からウータイとの選挙報告が発表された。早くない？だってさっき電話してた話でしょこれ。ちょっと待って、初期の人まとめんの早いなこれ。ウータイ地域の魔鉱採掘権をめぐる長期間にわたる紛争を平和的に解決するため、我が社は長年交渉を続けているが、ウータイ側はこれを誇示しており、緊迫した情勢が続いている。これでもなんか形的にはなんか神羅がもう、俺たちが魔鉱を独占したいんだって言って、魔鉱をこう使う権利をさ、主張して攻め入ってるって感じだよね。恐怖の会社神羅カンパニーとしては。事態打開のため軍事介入の再開を決定。投入規模は最小規模の特別攻撃部隊を現地へ派兵することを決定した。そう、ウータイっていうのは、そう、ユフィーちゃん、 FF7 に出てくる仲間キャラのユフィー・キサラギさんの故郷ですね。ウータイという場所は。社内砲フォルダ、フォルダめっちゃ分けして、フォルダ分けが丁寧だねザックス。やっぱり2220ギルセーブ。はい、だから利権を争ってるってことよね、いつの世も。それが争いの種になりますけど。でもそのためにさ、こうやって今このウータイの一兵卒とか兵長たちはさ犠牲になってるんだぜ。イヤリングもらったよね今。イヤリングしよう、おしゃれになっていくザックス。バングルをしてイヤリングをして、でここなんか押すボタンあるよな。ちょっとここなんかありそうだから、パーンって回復して。え、これなんだ、これなんだ。あ、マテリアハマってる。これは我らウータイの守り神、水神リヴァイアさんだ。あ、ちょっとリヴァイアさんの召喚。我々はウータイ特殊部隊炎月輪、水神を祭り、ウータイの敵を撃つ者、神羅のソルジャーよ、聞こう。この信仰の目的は相も変わらず魔鉱炉か。ああ、魔鉱炉があればたくさんの人が豊かに暮らせる。うわ、もちろんあんたたちもザクサそう信じてるんだよな。お前の言う豊かな暮らしと引き換えに我々は生まれ育った故郷を失うことになる。いや、その痛みや悲しみがなぜわからない。これはちょっと舞台の人たちかわいそうだよ。重ねて聞きたい。本
様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔鋼エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える、そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。いやここな、そりゃそうよな。だからザックスは会社に言われたことをまあやってるって感じなんだけど、間違えた。え、待って、間違えてエリクサ使いそうな。こうか。エリクサ使ってないよな私。待って、L2 こうだな。丸ボタンじゃないと、ちょっと待って、丸で使う。 OKOK、 キアールもしていく。ちょ待って待って待って、キアールしたい。あ、こっち。はいはいはい、間違えて本当に使えそうになる。おしまい、おしまい。ちょっと AP 使いすぎ。ガードがうまいなこの人。なんかスロットなんかなってた今。なぜ殺さない。さあ、なんとなく我らは命ある限り神羅を憎み続ける。ザクサ殺しはしてないのか。さあ殺せ。もういいって。いやもうこういうところから、シンラってちょっとなんか、シンラってちょっとダメなカンパニーじゃないっていう、まあダメなカンパニー、ダメっていうか、ちょっとその己の信じる気持ちが強すぎるというか、なんていうか。え、ちょっと待って、このさ、リヴァイアさんのさ、絶対これ召喚マテリアでしょ、欲しいんだけど。欲しい。え、これ円月輪メンバー倒してもダメなの。円月輪メンバー。どう、人より修行は苦手。二つ、ふるさとを歌い守るため。これは。三つ、醜い神羅のソルジャー。成敗してくれよ。なんだお前。うわ。ウータイ最強の戦士。こっから先は私が行かせないよ。かわいい。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。ユフィちゃん。帰るのはそっちだ。かわいい。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。いやー、ちょっと下ったらずでかわいいな。まいったな。ガキと戦えって言われても。シュシュシュ。どうだ、参ったか。かわいすぎるこの子。シュシュシュ。うおー、行って、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。え、なんかあんなスニーカーみたいな靴だったんだ。仕事仕事。ウータイのこのなんか忍者っぽい服をみんな着てる中で、やたらあんなカラフルだったんだな。めっちゃスニーカーっぽかったもんな、靴とか。ナルト走りね、可愛いよな。でもユフィってやっぱここではあれなんだね、私の名前はユフィみたいな名前は名乗ってないんだね。プレイヤーが勝手に、お、これユフィじゃんってなるだけで。まあウータイ故郷だから。来たね、闘技場。お前らが大
ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベイティングコンバットモード。うーわ、ちょっと待って、特別な技を使う敵がいます。発動する際敵は詠唱状態となり、スキルパワーゲージが表示されます。その間に敵を攻撃しゲージを減らすと技の威力を下げることができます。さらに時間内にゲージを削り切ることができれば技の発動を阻止することもできます。これがだから強いんだよな、確か。だから阻止した方がいいんだよ絶対に。待って、なんか発動しちゃった。 25% で痛いんじゃないの？大丈夫？バーストへの道はそれほど甘くないぞ。お、必要なのは強さだけじゃないんだ。来た、階層。んなこと分かってる。スロット、階層スロット。ファーストになりたいんだよ。いいか、ザックス。ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。目と誇りが大事だからな。ならば応援してやる、このゲーム。あ、セフィロスさんじゃん。経験値が一定以上溜まっていると777が揃う場合があります。え、これ無敵状態じゃなくて、あ、レベルアップしか。はい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 、ダクサレベル7になった。ちょっと待って、ケアある。ちょっと待って、強いんだけど、どうしよう。ファイヤーあんま効かないか。どっちかからやってった方がいいのはそうなんだ。あ、でも結構 MP はまだあるから平気かな。ちゃんと鍛えたんだろうな。毎回違うんだっけこれ。楽勝だぜ。では成果を見せてもらおう。この回想シーン、先月のお前のデータだ。よっしゃ、覚悟しろ先月の俺。あれ、まるで成長してないか。訓練中止。一度セフィロスにでも預けてみるか。セフィロス、ハードラッシュ、リミット朝か。本番だ、行け。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。何これ。おお、もう剣使わない、素手。うわ、え、強い。リミット来た。魔法剣ブリザードを手に入れた。よし、オッケー。なんか MP とかもさ、全部さ、なんか全部回復してないか。てかブレイクしてる。アンジールのこのテンションが高いおかげで、スロットの効果がこれやばいんだよな。確か思い出してきたわ、結構スロットの効果そう強いんだよな。あ、もうこれバトル無理だわと思ったところでスロットによって助けられるみたいな。ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。あった覚えがあるわ。急いで離脱しろ、あと5分で爆発するぞ。了解。リミットを使っとね、強いね。見てるか。急げ俺。もう一匹いるんかい。このザ見た目パワー系の、おお、え、すごいワンパン。血管の浮き出方はリアルだな。痛い。この初期のボス感がいいわ。この見た目がめっちゃでっかい敵。また一つ貸しだ。かっこいい。目が泳いでいたぞ。そう、
それよりその剣欠けちゃったりしたんじゃないの？その剣、剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。大切にしてんのよね、このバスターソードをね、アンジールは。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。その格好で走ってきたんだ。わざわざ来なくてもいいだろうに、ラザードさん。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。統括だもんな。ソルジャークラスセカンドザックス。はっ。タンブリン取りで攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、敵正体を引きつけアンジールのサポートとしてよくやってくれた。セカンドとして申し分のない働きだった。出世あるか、ザックス。ファーストとセカンドの違いはわかるか。何でしょう。与えられた任務を超えた活躍が求められる。それがソルジャークラスファーストだ。なるほどね。忘れるなよ。防弾チョッキを1個手に入れた、このタイミングで。なるほどな。なんか今面接の質問みたいだったな、アンジールの。いやでもこれは本当そうですよ。例えば仕事でさ、 MC とかの仕事があった時に、イベントのね、 MC とか司会業とかをやる時に、まあ、台本というものはありますけれども、台本通りに一言一句読むなんていうのはもう AI でいいわけじゃないですか。誰でもできるわけですよ。だからその台本に書いてあること以上の話を盛り込むことがやっぱプロの仕事なんですよ、これは。だからもうその一言一句そのまま読めばいいじゃんっていうのは、もう最低レベルで、そこを超えてオリジナリティだったり、こう他の共演者のもっと面白いエピソードを引き出したりとかするのがやっぱプロなのよね。そう。っていうこと、っていうことでしょ？アンジールが今言ってたのはね。それがやっぱファーストよな。アナウンサーファーストよな。そう。そうそうそう。さあ、急ごう。セフィロスが待っている。セフィロス？あの英雄の？すげえ、英雄に会えるのか？セフィロスやっぱ格が違うからな。あれ、まだウータイの残党がいる。感情の高まりが、セフィロスの感情の高まりが作用したんだけど。え、これウータイの残党じゃないのか？なんだっけこれ。なんかブリザード使われてる気がする。MP 消費ゼロの時に使いまくった。あ、リミットブレイクしたのに倒しちゃった。ザックス、来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ラザードさん。ザックスで十分。さあ、行け。統括、ついてきて。うわ、アンジェルに任せてね。統括多分管理職だよね。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジェルの応援を。わかってるって。本当に大丈夫ですか、統括。統括管理職なのにちゃんと現場まで足を運んで偉いな。これはさすがに現場の人からの指示も高まるんじゃない。これ、ちょっと待って、お茶がない、お茶がない。やっぱちょっとなんか神羅のさ、組織の一員として戦ってるから、なんかその会社員感があるね。
私内田ザックス双剣美茶です。こんなとこまで来ないでよってなる。いやでも現場にやっぱ顔を出すって重要なんじゃない、やっぱり。なんかいるだけでもさ、やっぱり分かろうとしてくれてるんだなと思うじゃん。いやもう少し待ってろ、アンジェル、アンジェル、アンジェルにとってねめちゃくちゃ大切なあの剣、それよりもお前の方が大事だと言ってくれた。ウータイ兵じゃないよな。うわこれそうだ、ウータイ兵、あーそっか、これが普通に。火炎弾これ避けられるか。ブリザードレベルアップナイス。ちょっと待って、イフリートでもなんか思ったよりサイズが小さいな。コロ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 。どっちがやっぱブリザード連発の方が強いかな。848。やばいやばい。でも倒せそう。やばい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 。もう無理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 。ケアルが。ポーション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 。よしオッケー。ああ。結構きつい。あリミット来てた？うわ使い忘れた今リミット使えばよかった。セフィロス、つんよ、あつんよこの人。いやーしょ BGM が神なのよこれ。レベルが全然…あ脱走したソルジャークラスファースト同じ顔。そうだジェネシスコピーか。コピー、人間のコピー。アンジールはどこだ。ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。あ今のどういう意味だよ。どういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない、俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。
もうここまでの展開だけで、うわなんだこのアンジールの、いやこの途中途中入る俺を裏切ったりはしない、このスチル画像がめちゃくちゃいいですね。ここまでだけでもさ、やっぱアンジールとザックスがどれだけこうお互いを信頼し合って思い合っていたかっていう、ザックスの方はすごいアンジールを尊敬していて、クラスファーストとして同じ任務を全うするものとして尊敬していて、アンジールもまたこうちょっと未熟なところがあるザックスをこう兄貴分で、兄貴肌でね、すごいこうお世話してあげてみたいな、厳しくもあり、でもまあちょっと厳しそうにも見えるけども実は優しいみたいな、愛があるっていう、っていう中で何を裏切っただの言ってるんですかセフィロスさんということですよね。一生クリア、お、ここで一生クリアか。でもやっぱセフィロスがやっぱ英雄って言われてるだけあって、なんかやっぱレベルがもう全然違うんだなっていうのが分かった、このソルジャーの中でも、あの今の登場の仕方からもそうだけど。おスクワット、アンジールのやつどんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだアンジール、早く戻ってこい。この募る不安やイライラを運動で解消するザックスはやっぱり心が健康だなっていう感じがする。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと。誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。実家ね。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファースト、ジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。今のこのザックスの表情かわいいな。念のためスタッフも派遣しておいたが連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タックスのゾンだ。ゾンさん、これなんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。うわ、ゾンさん、ちょっと待って、そうだ、ゾンさんと一緒に行くのか。うわ、ゾンさんとの新たなリミット技が解放された。待って、ちょっと待って、このポーズ見て、このポーズ、ゾンさんかっこいいサムネの剣作ったんですか？サムネの剣はあのおはようやってた時にスタジオの小道具で、あの段ボールにアルミホイルぐるぐる巻きにした剣をスタッフが作ってくれたやつで撮った写真があったので、それをバスターソードと偽ってサムネイルは作りました。はい、今回のね。きたー。 DMW はザックスの記憶に関連しており、絵柄が追加されると過去の出来事などを心の映像として思い出させてくれることがあります。だからさっきのアンジールの柄が揃った時みたいに、これまでの今私たちプレイヤーがプレイする前に起こった、それまでに起こった出来事をこう追体験させてくれるということですな。お、ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンサルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。
にいるわ。メール読んだかどうかの電話する。カンセルさん、そんなに。いや別にでも返信するタイプのメールじゃなかったから一応読んでたんだけど、未読だとバレんのかな。でもまだ LINE の時代じゃないしな。メール読んだとか。なんかあれかな、ずっと未読にしとくと、あれこれ届いてるよね、おーいみたいな。わざわざ送ってくるやつ、カンセルさん。もしかして何なんだろうな。今召喚獣のモードになった。めっちゃメール来てるんだけど。アンジールってさ、電話でいいよな。確かに電話だけでいいやろ。確かに。くせ者揃いのソルジャー、クラスファーストの中でアンジールは常識人だし信頼も厚いよな。セフィロスさんは誰も何も言えない存在だし、ジェネシスは団体行動が嫌いな人だったから、事実上ソルジャーの精神的なリーダーはアンジールだよ。俺もすごく尊敬してる。ザックスはアンジールと組んで仕事することが多いから羨ましいよ。こういうなんかさ、カンセルのさ、もう個人的なメールの中でさ、登場キャラがどういう風に仲間たちから思われてたかとか、こう神羅カンパニーの空気感がわかるんだよね、こうグループの。カンセル情報通だから、ソルジャーフォルダー、カンセルフォルダーでよくないもん。今のこれか、召喚獣モードを解放しようだって。召喚獣マテリアを入手すると、召喚獣に差し替わる召喚モードに移行するようになります。だってミッションを受注してマテリアを入手。なるほど。イフリートマテリアを入手しよう。これもミッションか。サブクエなんだよな、ミッション。トンベリ。これも、マジックポット。マジックポット。マスタートンベリ登場等のミッションで。リミット技、アイテム強奪が使用できるだって。こんなのまであったか。ソンさん、カンセルのとこ行くんだっけ。ソンさんってやっぱさ、このさ、ソルジャーのザックスと比べるとめっちゃ細身だよね。身長そんな変わんないのに、ソンさんの方がちょっと高いか、身長。すごい細身でスラッとしてる。やっぱ戦闘要員じゃないとそうなるのかな。待ってくれ、早くしろよ。かっこいい、ソンさん。カンセルこれだよな。どこかへ任務に行く場合は支給ポットをチェックしてからの方がいいぞ。はいはい。補充されても連絡が来ないからな。こんだけメール来んのに連絡が来ないのは経費削減のためって噂だぜ。嘘でしょ。メルマガにすればよくない、ポットの支給ぐらい。サンダーを1個手に入れた。だってマテリアか。回転攻撃2個もある。魔法剣ブリザード。ブリザードより強いのかな。どうなんだ。装備、マテリアって4つまでか、この武器。ファイヤー、ブリザード、ケアル。回転攻撃をサンダーにしとこうかな。どの属性でもいけるように。カンセルどこにいたっけ。おっす、ザックス。いた。任務の前は行きたいところへ行ってしたいことをしておいた方がいいぞ。なんというか後悔のないようにさ。ミッションをねやっとけってことね。でこれから1階まで降りて8番街に行ってみないか。ほう。行けんの。うわ、街じゃん。ミッドガル、ちょっと探索したい、ミッドガル。よし、8番街だ。じゃあここからは別行動な。なんでだよ、一緒に行動すればよくない。なんでよ。マジ誘っておいてほったらかし。なんでだよ。俺
それなりの気遣い分かれよ。え？お前任務の前で時間がないだろ。一人の方がいろいろできるからな。まあまあまあ、そういうこと。もし会社に戻りたいならあっちだ。親切すぎませんか、カンセルさん。じゃあな、ザックス。また連絡する。もう電話でいいからさ、カンセル。メールじゃなくて。もう電話でいいよ、次から。NG な時間帯とかないから、内田ザックスは。え、これ何？うわ。あ、ここで黄色いとこがあるからミッションいけますよ的なサムシング。話しかけられる。ここは八番街、娯楽が盛んな街だ。噴水前広場から時計台を越えるとラブレス通りに行けるぜ。ラブレス通り。階段を登って歩いていけば一番街駅へ通じている。駅からは五番街スラム行きの列車が出ているぞ。すごい、全部喋ってくれた。あ、話しかけられる人と話しかけられない人がいるのか。あ、すごい、ポスター本物みたいな。なんかやってる。あなた、もしかしてソルジャーさん？アンジールファン。ソルジャーのザックスだ。よろしく。ザックス？聞いたことないわね。セフィロスファン。どうせ二流ソルジャーでしょ？セフィロスファン。今最強のソルジャーは誰かって話をしていたの。そんな話するんだ。私はアンジール様ね。真面目な雰囲気に倹約家なところが素敵。なんで倹約家って知ってるの。ソルジャー最強の男っていうとセフィロス様以外考えられないわ。ちょっとそれアンジールがさ、倹約家のアピールを SNS とかでしていて、それを鵜呑みにしているだけじゃないのか。ファンだからそこで見えてるものが全てじゃないぞ。このあの女性、上半身裸の姿を考えただけで頭がクラッとするわ。大丈夫か、セフィロスファン、その発言大丈夫。ちょっと昨今そういうジェンダー的なサムシングにいろいろあの敏感だから気をつけて。何を言ってるの、あなたたち。ジェネシスファン。時代はジェネシス様よ。ソルジャー最強の男なんですから。ソルジャークラスファーストって意外に女性ファンが多いんだね。そんなファンいるんだ。え、何これ。え、これなんかジェネシスファンクラブの特徴は他のファンクラブよりもリッチなことよ。ジェネシスファンクラブ。私たちには大きなスポンサーがついてるの。グッズ販売も充実してるわ。勝手にやってんのかな、このファンクラブ。どうかしら、あなたもジェネシスファンクラブ赤い革コートのメンバーにならない？赤い革コートのメンバー。もちろん入会やめとく。いや、ちょっとやめとこうかな。まだこれ何、入会。あなたもアンジール様のファンクラブ森林の会に入会しない？森林の会。今なら漏れなくアンジール様の公式プロフィールがわかる開放メールがもらえるわよ。どういうことなの、公式プロフィールしかわかんないのかよ、ファンクラブ入って。うわ、ちょっと渋いな、それ特典が。ファンクラブの特典としてはちょっと渋いんでやめとこうかな。これ何、これミッションだよね多分。ソルジャーの中でも一番人気があるのは英雄セフィロス様よ。ファンクラブも大きいのから小さいの、体育会系から文化系、それからマニアックなものまで乱立状態なの。すごい、いろんな派閥があるんだ。だから自分に合ったファンクラブを探すことが大切よ。なるほどね、自分に合ったオタク仲間をね。やっぱ同じジャンルでもいろいろあるからな。ちょっとウケるんだけど、ちょっとアンジルのファンクラブ入ってみるか。アンジル様のファンクラブ森林の会に今ならも。ちょっと入っとこう、入会するわアンジル。おめでとう、これであなたも私たち森林の会の仲間よ。やった、森林の会入れた。ほら早速あなたにもメールが送られてきたわね。またメール来る。アンジールファンクラブ開放311。ファンクラブ会員の皆さんこんにちは。アンジール様のウロプラフを、裏プロフをお伝えします。趣味、犬の世話。手がかかる犬ほど可愛いそうです。いや、これさ、もうザックスが子犬みたいだから、もうそのザックス可愛いって思ってるみたいなののもう暗喩じゃん。これは暗喩だよ、暗喩。愛読書月刊名演。何の縁？シンラから出版されている樹木や果樹の専門誌です。
自然を愛する高潔なお方ならではですね。それではまた新しい情報が入り次第皆さんに連絡しますこんなこと勝手にやっていいのか、やっていいのこんなの。森林の解放ルダー移動しますえ、でもこれなんか別にミッションっぽくないの。え、だったらジェニスのファンクラブも入るか。赤い革コートも入るわ。別に兼部してもいいでしょ。新規会員になった方には抽選でジェネシス様愛用レイピアのレプリカがもらえるそうよ。え、あ、早速あなたにもメールが送られてきたわね。本当にジェネシスファンクラブ開放666 FC 入会者様には初回にジェネシス様の基本情報をプレゼントします趣味読書、実家の書斎でたまたま見つけたラブレスに引き込まれました。それ以来の愛読書です。本なんだよね、そうラブレスっていうのが。入社同期、同世代のセフィロスの活躍に触発され、自分も世界のために働こうと考えたため。それではまた新しい情報が入り次第皆さんに連絡します。こう最後の2行がさ、森林の会とさ同じなんだけど、文言がこれ発行してるとこ同じじゃないか。これそれではまた新しい情報が入り次第皆さんに連絡しますね。コピペでしょこれ。これ怪しいな。森林の会と赤い革コートちょっとつながってるな。これなんなんだよ。受けるんだけど、こんなこんなのあるんだ。ちょっと街出てきてよかったな。ちょっと面白い。こっちはなんだ、こっちぐるっと回ったらなんかことかは入れないのかな。怪しいコピペだよね、なんかね。なんかやってる。え、なになんか大丈夫。女性人男性と小さな幼女が何かトラブってるっぽいけど大丈夫か。お、その風貌、あんたシンラカンパニーのソルジャーかい。はい。俺はシンラが大嫌いなんだ。わ、嫌われてんだな。やっぱ気安く話しかけないでくれ。わ、やっぱ嫌われてんだシンラって。バレてんのよな。あ、自販機じゃん。駅ホームだ、ここ。こっちはまだまあ行けないくない。行ける。あ、向こうまでは行けない感じか。もうすぐ神羅鉄道の最新型機関車が来るよ。その名も無価九三式マルフタ。早く来ないかな、ワクワクドキドキ。無価九三式マルフタ、これなんかファイナルファンタジー7クイズとかあったら出そうだな。今の子供がクライシスコアで楽しみにしていた最新の電車の名前なんでしょうみたいな。早く来ないかな、ワクワクドキドキ。もう忘れたもんだって今。ムカ90なんとか式フタ。さっきからずっと列車を待っていますが、なかなか来ないようです。最近遅延が多いんですよね。日本はね、電車滅多なことで遅れないですからね。で、今はいけませんと。で、噴水広場。じゃあ、こっちから行くと、ここにセーブポイントがあって、神羅兵は？最近、神羅カンパニーのスキャンダルを狙う徳田記者が後を絶たないんです。おい、ビルに不法侵入した徳田記者を追ってきたのですが、見失いました。ビルに不法侵入、情報を外部に漏らすわけにはいかないですからね。何としても捕まえます。え、なんかいたっけそんな感じのさ、そんな感じのキャラいたっけか。ラブレス通り上もちょっと行ってみよう。この人は何だろう。お、ミッドガルのパトロールご苦労さん。どこのソルジャーか知らないが、
貴様はここで何をやってるんだ。いや、何って言われても。八番街の通常パトロールは治安維持部門所属神羅第18小隊の任務だ。18小隊。八番街の平和を乱すのであればたとえソルジャーであっても許さんぞ。いや、そういうわけじゃないんだけどね。ちょうどいい機会だ。いいことを教えてやろう。ミッドガルに必要なのはソルジャーではない。どういうこと？どういうこと？迷子になった子供を母親の元へ連れて行くのは誰だ？自販機で小銭をくすねるコソ泥を捕まえるのは誰の仕事だ？なるほどね。列車の中で大声で電話をしている少女を注意するのは一体誰だ？全て我々だ。つまりミッドガルに必要なのは我々神羅軍ということだ。地域のね、治安を守る生活安全部隊みたいなね。そりゃご苦労さ。そうやっているのも今のうちだ。近々ソルジャーとの合同訓練が行われる。軍とソルジャー、真のエリートがどちらか白黒はっきりつけてやろう。こんなバチバチしてたんだっけ。あ、ミッションが追加。ここでミッションを受注する感じなのか。この黄色の矢印は。あら、ソルジャーさん、ナンパならお断りよ。残念だけど私には心に決めた人がいる。社員、神羅社員だ。それだけ盛大な勘違いで。でもミッション全部やってるとすごい時間かかっちゃうんだよね。それは破滅へ向かう愛と友情の物語。またいた、ジェネシスファン。具体化されるほどの素晴らしい物語で、ミッドガルでは毎年上演されています。この人、赤い革コート、赤いコートとかだっけ。赤い革コートの会入ってないかな。私はジェネシスファンクラブの一つ、勉強班のメンバーです。違った、勉強班だった。ジェネシス様が愛するラブレスをより深く理解するために勉強しています。あー、勉強班の方でしたか。赤い革コートの有志が集まって作った勉強班がルーツです。あ、さらに分岐してるってこと、赤い革コートから。ですが、上辺だけのファンが集まるファンクラブに嫌気がさして勉強班は独立したのです。なるほどね、なるほどね。うわ、なんかリアルだな、この感じ。なんかオタク同士のなんかこうギクシャクみたいな感じね。いや、結構複雑だな。ちょっとなんかあんまり作品に対しての愛がないのに人気ジャンルだからって人が集まってきて困るみたいなことでしょ。あなたも勉強班でジェネシス様が愛したラブレスの素晴らしさを学びませんか。こっちはもっと奥深くまで考察してんのよみたいな。勉強班も入ろう。おめでとう。これであなたもラブレス崇拝者の一人よ。全部入ってる私今んとこ。新着のメールのようですね。チェックしてみてください。またメールかい。ラブレス鑑賞会。今年も舞台ラブレスが絶賛公開中です。例年通り2、3章を中心としたヒロイン視点で描かれるラブストーリーです。しかし今年の売りは友人2人の描写が増え、オリジナルに近いところです。舞台の影響で一般的にラブレスは2、3章が有名ですが、専門家や2の間では真骨頂は4章というのが統一見解です。今年の舞台はこの4章を超えているのか、舞台を見て判断しましょう。皆さん、ふるってご参加ください。なんか解釈の押し付けが強いな、この勉強班。なんかちょっと圧力を感じる。ジェネシスファンクラブホルダー、迷惑メールがまた増えてしまった。面白いからいいけど。また来た、神羅からメール。人事発令。代表取締役副社長兼執行役員にルーファウス神羅を任命する。同時続けてルーファウス神羅に長期出張を命じる。セキュリティ対策のため出張先を伏せる。うわ、これ結構普通に大事なメールじゃん。このタイミングでルーファウスが副社長になるんだ。じゃない方。
急になんかどうでもいいメールとさ、普通に重要なメールのなんか区別がつきにくいな。これはちゃんとフォルダ分けしないとさすがに無理だね。しっかりとしたメールでしたね。よし、じゃあ噴水広場戻って、ミッションいっぱいあるな本当に。フィルター欲しい、確かに。迷惑メールに設定しとくか、あのファンクラブのやつは。ソルジャーフロアにあるマテリアルームではマテリアの生成を行っています。魔鉱石を持っていくとマテリアを生成してくれるので活用しましょう。ミッションなどで入手できます。あ、こっから、あ、新ラビルのこれ1階か。息子が新ラビルで迷子になっちゃってとても困ってたんだ。でもインフォメーションセンターのお姉さんに助けてもらって。うわー、これよかったよ。新ラビルやん。迷子対策も完璧とは。さすが新ラカンパニーだね。こっちは何？展示ルーム。結構探索しがいがあるね。あ、このバイク、ハーディ・デイトーナー。うわぁ、これかっけぇ。これちょっと胸が熱くなるわ。どうすれば届くんだろう、この思い。え、どうした？なんでもありませんよ。エプロンして、デイトーナ、このバイクですよ、このバイク。この展示ルームは一般公開されています。一般のお客様にご迷惑をかけないようにお願いしますね。まあでも、こんなでっかい剣背負った人がうろうろしてたら確かに、あんた大丈夫ですかって言いたくなる気持ちもわかるわ。うわ、この、ちょっと待って、この車、うわー、この車ですよ。見覚えがありますね。いちいちいろんなところに。これは今来たとこだから、ちょっと奥の方行ってみよう。エントランス、ソルジャーフロア行こう。よう、ザックス、ブリーフィングルームへ行ってくれ。タークスが待ってるから急いだ方がいい。こんなに急ぎだとは知らなくて。タークス、ここだっけ。で、マジかよ。ブリーフィングルームはすぐそこじゃん。すぐそこ見えるだろ。まったく大丈夫かよ。とにかく急げよな、ザックス。じゃ、任務頑張れよ。暇になったらメールするから。いや、カンセルのメール楽しみに待ってるわ。あれ、ツォンさんが待ってるって言ってたけど、あそこに行けばいいのかな。ところでメールは読んだか。メール読んだかの、電話はしないでくれとだけ言っておこう。マテリアルーム、ここか。天然のマテリアとなると珍しいけど、魔鉱石ならば比較的入手しやすいんだ。魔鉱石っていうのは魔法エネルギーが凝縮されたマテリアの結晶体さ。このさ、白衣着てる人見るとちょっと一瞬ドキッとするんだよ。効果はないけど、ここで加工すればマテリアを生成できる。ソルジャーが魔鉱石の採掘任務に行くこともあるんだ。君も行ってみたら。あ、これでミッション追加と。うわー、研究室ね。よし、じゃあ進めますか。あ、ここがあれか、スクワットしてたとこか。うわ、すごい。なんかここの世界観いいよな。やっぱ映像が綺麗だと本当になんかその自分の頭の中の想像がを超えてくるからさ、より解像度というか世界観に没入できんだよね。本当タークスが待っててトンさんのことだよね。一応セーブしていくか。
ミッションめっちゃある。治安維持部隊、チンラ防具。何をもらえるかだけ見よう。エリクサーがもらえる。北条研究室、名前が出てきたわね。ファイヤーのマテリア、フェニックスの尾。わー、フェニックスの尾欲しいな。あー、イフリートマテリア、精神の魔鉱石。うーん、イフリートだけちょっと欲しいかなって感じはあるよね。ショップで、あ、フェニックスのないのか。ポーションをちょっと買い足しといて、10個でいっか。エーテル、万能薬、まあエーテルを4個買って10にして、こんぐらいでいっかな。イフリート欲しいけど、まあいけるか。ちょっとツオンさんととりあえず行こう。そして話を進めよう。ちょっと寄り道いっぱいしちゃいましたけど、ツオンさん準備 OK ですぜ。召喚モードが解放されていませんが、このまま先に進みますか。だって待ってくれ、早くしろよ早くするわ。はい、もうちょちょっとやっていきます。そこまで言われちゃやらないわけにはいかないですね。いきますか。イフリート行こう。これいけるよな、普通に。早くしろよリアルなんだよな。ブリザード、ガードをちゃんとすればいいか。そんなもんでもない。魔法向こう、魔法向こうってどんだけ向こうになるの。あ、でも蹴られたりするとダメか。やばい、キレ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 。待ってさ、スロット見る余裕なかった。やばい、地獄の回復。うわー、かっこいいフリートさん。うわー、ガード、魔法向こう、魔法向こうってこんな時でも効くんですか。これさ、スロットのさ、今さ思ったけどさ、見えてない絵柄ってあのキャラだったりあのキャラだったりするよね。ちょ待って、なんかすごい画角がすごい、なんか画角がすごい。おーし、オッケー、倒した。おー、かっこいい。結構あっという間に倒せた。イエーイ、フリートだぜ。バンバンバッパバーン、ペペ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 。入手するとだって装備はしなくてもいいのかな。どっちもスティック押し込みだってさ、召喚モード。セーブしていくか。よし、ソンさん、いけますよ。そうか。あ、もう早く知らないの、よかった。よろしくな。単なる調査だろ、楽勝。どうかな、ソンさん、かっこいいよな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。いや、ザックスな、なんか純粋だし明るいし、喜怒哀楽もすごいはっきりしてて、まあ、主人公っちゃ主人公なんだけど、確かにでもあれなんだよな、クラウドみたいな変な気、ちょっとこじれてる方がなんか感情移入しやすかったりもするんだよな。通称バカリンゴ。来ました、バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村。
そうだそうだそうだ、アンジールの故郷。そう、ここがアンジールのふるさと。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。ジェネシスとアンジールがね、同じ故郷出身という。あ、ティーダ級に嫌味がない。確かにティーダもなんか陽キャで明るいのに何の嫌味もないもんね。うお、地獄の階に使えますよってなったけど、ちょっとこの人たちに使うのもあれか。こいつらウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。音楽がいい。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。なんか全ての場面で BGM が良くないですか。しかもさ、ツォンさんのさ、こう映像がクリアになったことで分かったけど、そのアンジールのヒゲと一緒で、ツォンさんもなんか、ツォンさんってさ、まあ、黒いピアスをつけてたりと、ちょっと若干そのおしゃれさを漂わせていたけど、ちょっとなんかアイライン引いてるんじゃないかっていう感じがする。でそれもよく分かる。そしてそれがまたいいね、ツォンさん。押せるね。わ、カンセルから待って、メール来た。リンゴ食いてこれメールのさ、タイトルがいいよね。カンセル、ちゃんとやっぱメール時代ってタイトルあったからさ、返信以外は。そう、 RE じゃなくて。バノーラで仕事だろ。どうだ、そこって神羅関係者が多いらしいな。村の主要産業はリンゴ生産と加工で、あとは神羅の補助金で成り立ってるらしい。どうしてそんなに神羅が重視するんだろう。神羅が大事にする村ってことは魔法と関係があるのかな、それとも何か別の秘密が。俺の勘では何かあるはず。ちょっと調べてみる。これがね、やっぱ大事なんだよな、カンセルのメール。そしてタイトルが秀逸。リンゴ食いて、ザックス以外友達いなそう。いやだからやっぱザックスがこういうのもこう受け入れてくれるんだよ、多分。普通に今は返してないけど、こっそり返信してるわけよ。あ、わかるわかるみたいな。何でもね、何でも教えたくなっちゃう。自分の考えとかをさ、言いたくなっちゃうんだろうな。かわいいな、カンセル。カンセル、ほんまお世話になるわ。ジ・アサシン。でこのスロットのおかげで順調にレベルが上がっていますね。コンフリクトリゾーブ。ここまっすぐ行けばいい。結構敵と、うわ、ガードハウンド出た、この強い犬。神羅の犬ね。結構敵とエンカウントしますね今回。うわ、ちょっと待って、なんか見るからになんかいるじゃん。セーブしとこう。まあオートセーブなんですけどね。カンセル、確かにツイッター好きそうだな、カンセル。2007年ってもう、でもツイッターあるよね。ないのか。あるよね、さすがに。あ、ちょっと待って、あれ機械だからサンダー効くんじゃない。サンダー入れてるぞ私。ちょっと待って、嘘でしょ、強すぎるでしょ。動体視力どうなってんだこの人。ザックス、これでファーストじゃないんだよ、セカンドなんですよまだ。嘘でしょ。
ちょっと。アイウィークネス、アイウィークネス、ウィークネス。うわ、やばいやばいやばい。ウィークネス。アイサンサンダーつけてますぞ。いやちょっとこれガードか、ガードで避けた方がいいな。あ、ハードラッシュやろ。行くぜ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。このモーションも一応スキップできるっぽいですね。ツイッターはあったけどミクシーの方がまだ流行ってた時代。カンセル、じゃああれだな、ミクシーめっちゃやってたんだろうな。あ、やばい、なんかロックされたんだけど。オッケー。前ミクリクエスト送っといたからみたいなやってたんだろうな。ジェネシスコピー。はっ、ここでもコピー。その言葉をどこで。セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ、ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。ここで流れる悲しい音楽。ビリ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 。エクスポーション。こう入れないかな。入れないか。回復して。よし、トンさん行きましょう。内部のゴタゴタが漏れないうちに処理する必要がある。やはり村人の姿は見えないな。集落を調べよう。まあ、そこはね、神羅として仕事してますからね、ツォンさんも。不祥事はバレちゃいけない。バノーラ村来ました。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。そういうことですね。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと。セフィロスはそう考えているようだ。まあ辻褄が合うよね。おや、墓石だな。まだ新しい赤石、こんなあったっけ。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。墓にピンときたゾンさん。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だね。調べるって気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。まあキャリアなんだろうな、ゾンさん。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。この村のデザインとかめっちゃいいわ。なんか竹富島あたりでなんかこういう感じの村ないかな、リゾートで。トーンさん、箱は俺が調べる。アンジールの家を確認してくれ。それとももう一度説明が必要か。うわ、圧が強い。いや、いいよ。アンジールの家はもう一度説明が必要か。お前そんなにバカだったのかってこと。俺の話聞いていなかったのかっていう、なんか圧が強いわ。仕事できるんだろうな。かっこいいわ、ツォンさん。うわ、サンダー、サンダー。あ、間違えた、なんか使っちゃったんだけど。物理に交換しよっけ。なんかアイテム間違えて使っちゃうな、やっぱ。
アンジールの家は、どれ？どこだよ。仕方ない、一軒ずつ回ってみるか。パノーラ村の各所には光っている箇所があり、アイテムが隠されています。事前に調査しておくと後で入手することができます。光ってるところ、何かあるぞ。今はそれどころじゃないって。はいはい、ここの樽のそばと、はいはいはい、離れた集落の樽のそばと、覚えておこう。バンド役、ちょっと一軒ずつ行くか。ごめんください。かわいい。あだってなんでだよ。ペットの出てき方だろ今。ちょっとワン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 じゃないのよ。逃げるなら今のうち。しつけどなってないペットが。だから頑張ってるって。普通に出てきちゃったみたいな感じで。じゃあツンさんのリミットどんな感じ？うわじゃあ待ってツンさん。ツンさんのやツンさんのリミットえぐいな。何？ヘリコプターからミサイル。ごめんください。人の気配もないし開かないや。あ、ここ入れないんだ。ソンさんやることえげつないな。また別の犬が出てきました。なんなのこの集落っていうかこの村は。犬いっぱいいるじゃん、強い犬が。あー、ウケる。ここも光ってたね、井戸のそばと、あ、こっちの奥もなんかあるね、あそこ。やばい、キアル使わないと。結構エンカウントするな。ここもあるし、あ、でもここで回復できるじゃん。じゃあ民家ここ行きます。何か用？お邪魔してます。アンジールのお袋さん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？ほら、なんだそれ。犬好きのアンジール。息子からの手紙に書いてあったわ。そうだわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス、昔はいい子だったのに。赤い革のコートを着ているジェネシス。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。バスターソード。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて。お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。うん。
川さんはでもその村人が襲撃された時もどういう状況だったんだ。このね、大切にしていた剣を置いていったアンジール。アンジールが神羅に入ると決まった時、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したの。随分お金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。そう、だからアンジールにとっては大切な剣なんだよね。もうお父さんの、なんだろう、まあ、代わりって言ったらあれだけど、特別な剣なんだよね。アンジールが誇り高いし、随分お金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は、あ、そう、形見みたいな。ここでさ、こっちでやっぱこの音楽がもうちょっとグッと来させてるよね。ゴギル、ありがとうございます。お母さん、お、アンジールの写真、若い、ソルジャーになった時の写真か。へえ、ちょっと待って、でもさ、返済できずに旦那さん命落としたっていう話の流れで、ゴギル、ちょっと見なかったことにしよう。バスターソードしっかり持ってるな。あ、もうバスターソードってここで言ってる。こっちは家族の写真だな。うわ、アンジールのやつバスターソード見せびらかしちゃって。あ、さらにお父さんと一緒に写ってる。この人がアンジールの父ちゃん。やっぱ真面目そうだね。ちょっとゴギルもらった後でちょっとそのお父さんのことを見るのはちょっと赤ん坊の写真だ。胸が痛む。これってアンジール？かわいい。すごい、全部ちゃんと写真がはめ込んである。で、このガキのツーショットはアンジールとジェネシス。非人道的ザックス。いや、ちょっと知らなかったんだ、中に入ってるのがお金だったなんて。お母さん、すみません。アンジール、どこ行ったんだよ。何、ずっと顔見せてないって言ってるもんな。ジェネシスコピー、いや、ちょっと待ってよ、これ家全部探索する日もあったっけな。なんかなかったような、なかったような気がするんだけど、できるかな。いや、物騒な音楽になってる。村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていた。工場ね、はいはいはい。奴らのアジトってわけ。おそらく今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。上からね。すぐに崖の上まで来てくれ。いや、これいけるか。こっちの家調べてない。うわー、でももうなんか入れないことになってるっぽいな。さっきだったら入れたんかな。もう入れないか。まあしょうがないか。で、回復して、ここだね、アンジールの家の横と、あの奥と、1、2、3、アイテム位置を確認しています。で、ここに4。なんだ。痛い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 。崖の上？こっちか。待って、でもちょっと下にさ宝箱あったよね。
ソンさんのそこ左下に崖の上だと言ったはずだ。聞いていなかったのか。正面突破は危険だ。見張られてる。この任務は調査だということを忘れるな。わあ、トーンさんの携帯のしまい方いいね。まあ後でね、後で宝箱を回収しましょう。いやでも確かにね、トーンさんがね、こうちょっとアイラインこれ引いてるなって、なんかあるあるある。思ったけど、あんなにきっちり髪型を束ねているおしゃれな人が、やっぱりちょっと軽くメイクしていても、もうそれはそうだよなっていう感じなんで、ね。ラザード統括からメール来ました。今後の方針について、ソルジャーの皆さん、日々の任務ご苦労様です。最近とある痛ましい事件の報告を受け、親との絆について考えています。血のつながらない幸せな親子が存在する一方、血のつながった不幸な親子が存在します。この差は尊敬と感謝の念の有無です。これがないとそこには恨みが生じます。この恨みは悲惨な結果につながりがちで、任務の背景に恨みがあることも多いです。迅速な任務遂行はソルジャーとして当然ですが、今後はリスクの予防にも力を入れていく方針です。え、これメルマガで送ることなのか、これなんかどっちかっていうとブログとかノートに書くことじゃないの。シンラカンパニー統括ラザード氏のノートじゃない、これラザード統括フォルダ。なんかタイミングを測ったようなこのメール、なぜ今その話をっていう。MP アップ、ここツォンさんいたとこだ。お、こっちまで来てる。ツォンさん、墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった。家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール。セフィロスの友人はこの二人だけだった。少なかったのか。最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、うん、時間がない、急ごう。セフィロスちょっと接するのやれたもんな。壁あるもんな。侵入成功っと。ザックスだったら誰とでも仲良くなれそうだしな。待って、ソンさん来た。先に行け。ここは俺に任せろ。ソンさん、ヘリから爆撃お願いします。ここら辺はまあ魔法とか使わなくてもいいかなって感じはするんだよな。全然ガードしてないけど。お、魔法避けられたラッキー。どっかで回復はしたい。ちょっとザックス、こっちだ。敵に注意しろ。この内部はあれなんか。あっちに。ちょっと待って、宝箱発見。うわー、ソンさん待っててくれ。500ギル、ありがたい。お金助かる。え、どこ行った、ソンさん。何いた？
うわこいつか。やばい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 。ケアある。パンダーして。間違えた。AP 消費ってやっぱ AP を使う技入れてないんだよな確か。あ、まだいた。魔法が痛いな、やっぱり。え、これ、ちょっと待って。待って。え、無限分けしてる？そんなことないよね。え、ちょっと、なんか増えてないか？ケアある、ケアある。無限分けしてません？覚悟しとけよ。連続切り。行くぞ。ほら、ほら、ほら。そんなことない。どこ、え、どう、奥進んだ方がいいのか。それで最後かな。いやでも一定脇っぽいぞ。あ、オッケー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 。あ、魔法剣が AP なんだ。魔法剣つけといてもいいな。徒歩のツオンさん。いやまあザックスも徒歩なんですけど。装備ブリザードのとこを、まあ、ブリザード剣にしてもいいんだよな。 AP かブリザード剣でもいいかな。これでちょっと使い分けるか。エリクサー、うわまたいな。ブリザード剣今こそ使う時じゃない。ブリザード剣は三角。うわ強い。早く使っちゃった。こんなもんかな。あっちの子は多分ないから。あ、ノーヤーク。あ、セーブポイントあった。おっしょ、オッケーオッケーオッケー。ここでコピーを作っているようだな。2階へ行け。ジェネシスがいるかもしれない。待って、パソコンデスクトップが、デスクトップが分厚い時代を感じる。こんな2007年こんなだったか。あ、でもこんなだったか。お父さんの部屋にあったパソコンこんな感じだったの。確かに、なんか家族共用のパソコンはうちだけはもうあのノートパソコンだったから高齢ではなかったけど、いや父親の部屋にあったのこんな感じだったわ確かに。いやでもまだこれが残ってた時代なんじゃない、このコードで。後ろそうさ、なんかハイテクそうに見えて今の時代見るとなんかいろいろっていうね、思うところがやっぱいろいろありますね。まあ、それがリメイクリマスターのいいところでもあります。の謎、それは女神の贈り物、我らは求め飛び立った。声も来ました。さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ、役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。
死んだの犬どもに何がわかる。あ、ツオンさん大丈夫？よう、相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル！あのね、そう、ジェネシスさん、赤い革のコートを着たあのジェネシスさん、なんと声を担当しているのがガクトさんというね、有名な話ですけれども、なんかもう違和感がなさすぎてすごいんだよな、ガクトさんの演じるジェネシス。そう、それでバスターソード、家に置いてたバスターソードを持って現れたアンジール。そう、顔も寄せてそう、なんか寄せてそうな感じは確かにある。あれ、めっちゃでかいパソコンはまだついてる。ジェネシス追うか。もう本人として出演しても違和感がないレベルだ。どこ行った？工場を出たのか。あと、あのジェネシスさんなんですけれども、めちゃくちゃポエムを言ってくるんですよね。ポエマーなんですよね。時間がない、急いで村を出よう。かっこよすぎか、ゾンさん。あの二人探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。うわ、アンジールの家には本当に誰もいないんだな。え、いる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 。アンジールんち。お母さん、お母さん、お母さん、急げ。え、銃強。この村は空爆することになった。ちょっともう、ちょっともうさ、死んだわ。やっぱりさ、ここにあったよね。やっぱりちょっとやることが過激すぎるんだよな。どうの腕は。こっちにもなんかある。急げ急げ。エクスポーション。急げ急げ。やっぱね、もうもみ消しに関しては、右に出る者はいないと。バスターコールね。ジェネシス一味が砲撃を始めた。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。やっちゃ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。これミニゲームじゃない？100倍前の容量だ。できるか？やるしかない。新刊の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。新刊の音？これさ。こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。これゾンさん、音録音してくれてたのかな。わざわざ聞かせてくれるってことは。新刊の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。いや、これ確かミニゲームだった気がする。うわ、ザックスに向かって砲弾が飛んでくるので剣で切り落としましょう。これなんか説明が、言ってることがめちゃくちゃなんだよな。え、飛んでくる砲弾を剣で切り落としてくださいって言われて、わかりましたってならないのよ。
砲弾が熱で赤色に変色した時が切断のタイミングですだって。あ、音が鳴って赤に変色した時ってこと？近くで切る。うわ、これなんか、あっ！うわ！オッケーオッケーオッケー。うわ！え、遅いの私。遅いっぽいな。ちょっと早めにやろう。あああいいよいいよ。ああグレートグレート。ああいいじゃん。え、ああなんでそのアングル。うつるいよ、それ最後のやつ。そんな画角で来ると思わなかったよ。油断してた。収まったようだな。それなりに攻撃を防いだようだな。はい、今連絡それなりに。間もなく空爆が始まる。それなりに頑張りました。よしよしよし。お袋さんが心配だ。急げよ俺、急げよ俺。これタイムリミットあるんだっけ。アンジールの家に急げ。パノーラ村に隠されたアイテムを再度調べると、家到着時にアイテムを入手することができます。あ、事前に調査してなかった場合は入手できませんだって。あ、そっか、調査してないやつダメなのか。え、じゃあ普通に行くしかないか。これは？あ、調べてない私。うわー、やっちまった。これは？これは？あ、これも調べてないか。うわー、調べとけよかった。ここにあったよね。うわ、急げ急げ。ちょっと待って待って。え、これここじゃない。え、アンジェル、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、あ、アンジェル、こっちだ。やばい、危なー。あと2秒だった。危なー。爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまう。あ、よかったよかったよかった。サンキューゾーン、サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。何なんだよその報酬って。700切るなんか汚いお金だな。回収したアイテム、エーテルフェニックスの、お、やった。いや、2個しか取れなかったか。場所覚えてても意味なかったんだね、調べないと。しょうがない。お母さん、なんてことするんだ。おい、それが、それがお前の怒りか。母は生きているわけにはいかなかった。その息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ。ちゃんと説明してくれよ。言っただろもうそっちでは生きられないのさ。アジル、アジル、君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは、黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日、さかまく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。黙れって言ってるだろう。うわ、ちょっと待って。うわ、ちょっと待って、バハムートじゃない。やばい、やばい。あ、ちょっと、ちょっと、これバハムートさんでね。やばい、どうしよう。ちょっと待って、どうしたい。うわー、どうやって避けたらいいんだ。え、うわー、ちょっと待って、強いって。どうやって避けたらいいのこれ。ガードか。待って、リミットいける、リミットいけるぞ。え、リミットいけない。なんだ、ちょっと待って、効かない。
サンダーいける？やばい、サンダーじゃダメだっけ。何が効くんだこの人。いった、あ、待って、ガードすればいけるか。召喚獣でさ、あ、違う、三角じゃないんだ。イフリートは押し込みだ、押し込みボタン。イフリート行こう、行け地獄の火炎で。イフリート対バハムート、かっこいいな、やっぱりバハムートさん、デザインが。戦闘シーン熱いわ。おお、いいよいいよいいよ、もうスロットでどうにかするしかない。うわ、どこだ。ザックスはレベル10になった。サンダーは別にあれなのか。我慢我慢しよう。え、どこだ、いた。魔法ばっかでいけるのかい。うわぁ、どこ行った？ MP ゼロ。おしおしおし、これでちょいびちょび減らすしかないな。やばいやばい、あ、これ来たらやばい。やめろ、半分ぐらい減らせ。やばい、 75% だって。メガフレア、やばいかもしれない。やばいって絶対これ耐えられないよね、さすがに。いけた、耐えた耐えた耐えた、耐えてる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 。かといって、かといってあれなんだよ、ちょっとスロット揃ってくれ、マジで。かといって、ちょっと待って。AP 使っていくしかないな。ライトニングボール。うわぁ、よしよし、OK。間違えた。ブリザード使うしかない。やばい、痛い。ブリザード剣使うしかない。あ、これは魔法に値するのか。ポーション痛い、ポーションポーション。えいって何、やばいやばそう。ポーションだともうあんま回復しない。ガードでどうにかして、でブリザード剣でどうにかするしかない。うわー、何それ、ガードしてブリザード剣、ブリザード剣。いやー、イフリート来てくれ、もう一回イフリート来てくれ。そうじゃないときつい、そうじゃないときつい。ちょっとスロット頼む、スロット頼む、スロットでちょっと AP で AP 連打して。でも削れてんじゃない、ちょっと強いなこの人。痛い、ちょっとポーション使っとこう今のうちに。レイって何、ガード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 、やばい、これやばいんだよ。削れ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 、よし25だったらいける、25だったら耐えられる。ちょっとなんかちょっときついんだけど、序盤でしょまた。え、これノーマルだよ、モードこんなきついんか。やばい、耐えろ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 、ちょっともうMP 回復してくんないときついな。まあでもエーテル使うしかないか。 OK、 いいよ。でポーションで回復、ハイポもある、エーテルも使おう。ハイポにしといて、いやポーションでいいや、まだガード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 、いいよ。で届かないな、届かないんだよな今、 MP 消費ゼロでしょ。うわーきつい。いやなんかね、これ攻撃しようとしてあっち側にいると結局 MP 消費ゼロ。いけ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 、
ガードして、ポーション使ってギャーきつい、エビ消費ゼロ、いけ、ガードどこ行った、いたあそこにいると届かなくないっていう、うわきつい、はいポーション、オッケーいいよあとちょっとでいけるよ、ファイヤー使ってでガードしろ、はあ、危なかった、めっちゃ強かったてか硬い、緊張感のある戦いでした非常に。これでバハムートもらえたりする、欲しいんだけど、バハのマテリア、召喚獣をこんなことに使うなよ、そうだよ、ソルジャーの誇りはどうした、メガフレア痛かったぞ、俺たちはモンスターだ、うわあ黒い翼ね、ベネシスさん、誇りも夢もなくしてしまった、片方だけの翼、変翼の黒い翼、羽が舞っている、ソルジャーはモンスターじゃない、爆撃やばいんだこれ、うわ死んだのヘリ、ソンさん、うわ村が消えた、あーリンゴがもう焼かれて跡形もなくなった、アンジール、わーこれで2章終わりか、焼きリンゴになってしまいましたね、ねえね、容赦ないんだよな、本当容赦ないんだよな、あ偏欲じゃなくて片欲って読むんだ、偏欲って読んでたけどな、なんかそれセブンの本編の時もその話になった気がする、ちょっと進めるか、ここで終わっても区切りはいいんですが、アンジール、戦争が終わったぞ、みんな喜んでる、でも俺は、その剣は我が家の誇りなの、剣よりもお前の方が大切だ、ほんの少しな、うわー、この時のアンジールは一体どこへ、どこ行っちまったんだよ、どこ行っちまったんだよな、ほんとちょっとやっぱ内田ザックス気持ちがシンクロしている、はい、久しぶりだなザックス、誰、セフィロス、あセフィロス、ラザードの部屋へ来い、セフィロスから電話かかってきた、わかった、ソルジャーフロアにはトレーニングやマテリアルームなどがあります、あはいはいはい、さっき言ったね、ミッションめっちゃ来た、また待ってカンセルからまたメール来たぞ、タイトル、メールのタイトル、白衣の天使、白衣着た黒髪ひっつめてるメガネの男を見たことがあるか、そいつが科学部門統括の北条だ、ソルジャーを作る方法を確立して科学部門トップになったんだ、トップ争いは20年以上前の話だけど、科学者たちがドロドロの戦いを繰り広げたらしいぜ、
今北条がトレーニングルームにいるらしい。今度は何を研究してるんだろうな。後でトレーニングルームに忍び込んでみるかな。リアルタイムの話してんだな、カンセル。こうタイトルつけんのがやっぱウケるわ、カンセル。メールに悪意の天使かわいいな、カンセルは。トレーニングルームってここか、ここだっけ。え、ちょ待って、またメール来た。社長の終戦宣言、ウータイとの戦争が終結したことを宣言する。犠牲を最小限に抑え、平和的解決を実現することができたのは、我が社のソルジャー、クラスファースト、セフィロスの貢献によるところが大きい。この終戦により、全地域の魔鋼供給は一層普及し発展していくだろう。そのために我が神羅カンパニーは、あらゆる努力を傾けていくことを決意し、献身的に寄与すると約束する。プレジデント神羅。だから神羅はいいことをしてるっていう主張がやっぱり強いんだよね。それをザックスはちょっと信じられないほど純粋だから、まだこの会社はいいことをしてるんだっていうふうに思ってるんだけど、でもちょっと違うよねっていうのは、まあみんな気づき始めるよな、やっぱ。終戦に寄せて、ラザード、ソルジャーの皆さん、日々の任務ご苦労様です。長引いた戦争がついに終結しました。これもセフィロスをはじめとするソルジャーの皆さんの活躍のおかげです。しかし、神羅をめぐる状況は緊迫が続いています。強大な戦力を持つ集団や反神羅組織など数え上げたらキリがありません。これは神羅の急激な繁栄の歪みです。我々は神羅の一員としてこの歪みと誠実に向き合っていく必要があります。これを胸に刻み、今後の任務に当たってください。このラザードさんもちょっと若干洗脳しようとしてるよね、ソルジャーの人たちを。反神羅組織などはもう急に成長した我々に対する歪みですみたいな。歪みってなんか適当ないい言葉見つけたな。すごい適した言葉見つけてきてんな。ソルジャー司令塔へ向かう。そう、正当化してるんだよね、神羅は。やることなすこと。こっちは違うか。ブリーフィングルーム。ただいまトレーニングルームは科学部門が極秘の研究中であります。よって立ち入り禁止なのであります。ソルジャーさんといえども入ってはいかんのであります。しかし昇進な自分にはソルジャーさんに面と向かって入るなとは言えんのであります。なので入るか否かはソルジャーさんの良識に委ねるのであります。いやこれさ、こういうさ名もない兵士に声ついてるのめっちゃいい。やっぱりめっちゃいいフルボイス。なんかこの名もなきモブキャラの一人である兵士にもなんかこう人格とかその人の人生を思わせるさ、こうキャラがきちんとつくんだよね。声がつくとその人の人生があり、その人には家族がいて、これまでの歴史があるっていう感じがすごい伝わってくる。おお、来たか。では実験を始めるとしよう。北条さんじゃないですか。え、実験俺が。いいから、さっさとトレーニングルームへ移動したまえ。わけもわからず行けるかよ。説明しても理解できないだろうがね。これはとあるソルジャーの行動から抽出した仮想データの実証実験だ。お嬢、君は仮想バトルを戦うことで私の協力者として名を残すことができる。何なんだろう、なんか多分もらえる的な感じっぽいな。さては、反北条派か。実験の邪魔だ、さっさと出て行きたまえ。なんか多分ミッション的なあれだよね。ソルジャー司令室へ向かう。まあやるか、ちょっとやってみよう。さあ
私の可愛い仮想データよ。このサンプルを誰と戦うんだろう。私の天才を証明するのだ。何か言った？いや、何も。では始めよう。ブユー、この VR に移行する感じめっちゃいいな。普通にこれでいいの？楽勝だった。そんなはずは。俺の実力の方が上だってことじゃないの？何事かを主張するには根拠となるデータが必要だよ。次のモンスターと戦って君の実力とやらを証明したまえ。連戦になるのかなと思ったけど、望むところだ。次の設定ならば。ちょっとずつ上がるのかな、敵のレベルが。いや、何も。では始めるぞ。どっかでちょっと止めなきゃヤバくなるやつかな。アクティベイティングコンバットモード。ブリザード系。おしまい。敵気にしなくていいんだったら強いわ。決まった。おっしゃ。でもこの犬も別に今いけるもんな。なんということだ。またしても設定を間違えたか。見たか、これがソルジャーの実力だ。ソルジャーといっても二流、いや三流だろう。一流だというなら次のデータとも戦ってみたまえ。当然勝てるはずだ。え、これもう次、もうもう飽きてきた。次もいけるかな。いけそうだな。いきます。誰もセフィロスのようになれるわけではないのだよ。あ、何？いや、何も。では始めるぞ。いちいち遠くから憎まれ口叩くんだな、やっぱ北条って。また犬じゃん。ブリザード剣、ブリザード剣が強すぎる。おしまい。はい。おっしゃ。あ、全然いけそう、余裕で。素晴らしい。どうやら君には実験サンプルとしての才能があるようだ。そんな才能いらないって。犬ばっかりだったな。胸を張りたまえ。用意された敵、2年に1人出るかどうかの逸材だよ。微妙。時に君、とっておきの仮想データと戦ってみたいと思わないか？とっておきの仮想データ？私が趣味で手を加えた、現実にはありえないほど強力なデータだよ。北条博士、まさかあのデータを人間に使う気ですか？なんだろう。おやめください。あれはやばいです。君のような超一流のソルジャーにこそふさわしい相手なのだがね。興味津々。やってみよう。君、悪いことは言わない。やめておきたまえ。いくらなんでもあれはやばいぞ。みんなあれしか言わないんだけど、あれはやっぱり、あれはさすがに。そうだ、命に関わるかもしれん。それくらいにやばいぞ。何か言ってくれないの、具体的なことは。なんだろう、セフィロスのコピーと戦うとかそういう感じかな。やばくてもやる。さすがは私。名前を言ってはいけないあの人状態だよね。安心したまえ。君の亡骸は今後の科学の発展に大いに貢献する。さあ、私の可愛い仮想データよ、私の天才を証明しておくれ。誰だ？あ、いや最初に戦ったじゃん、ベヒモス。え、着弾？何？ちょっと違うな、なんか。え、
強くない？ちょ、強い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 、うわ、ちょっと強っ全然はい、バトル開始地点からやり直す。装備を整えて戦う。これ強いわ、バハムトより強かった今の。え、キャンセル、あれ、もう一回戦う？うわ、待って、もう一回戦うになっちゃう。きついな。なんかでさ、全然効かないもんな。全然効かないもんな。サンダーか。楽戦。いや、156しか効かない。なんか、まあでもちょっとは減ってるけど、こうきついな、自利品になりそう。あ、でも一応戦えてはいるな。スロット次第でいけるかなって感じかな。でもこれさ、アイテムが消費されちゃうのがちょっともったいないなっていう。後ろを取れば、まあ、まあちょっとどうなんだ、なんか自利品で、うわ、もうちょっとないわ。何でいける？あ、なんかいけそうか。一応いけてるっちゃいけてるな。攻撃当たんなければ、あ、いけるかこれ、もしかして。回復がきついな、でももうアイテムしかないから魔法使えないな、 MP がないから。ちょっとスロット頼む、スロット頼む、なんかいろいろ全部回復したりしてくれ。 AP 消費ゼロでもないんだよな。 AP 消費よりもでも普通に切った方がいいか、なんかやばい。お尻狙えばいけるなこれ。やばい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 。で、ハイポーション使おう。なんか別のゲームをやっているような感覚に陥ってくるのこれ。もうちょっと MP も AP もないよ。セフィロス、ガラソレ、いけ、ガラソレ、うわ、でもあとちょっとだから、うわーきつい。回復しといてポーションがなくなっちゃうよ。オッケー、あ、来た、倒せた、やったー。なんとこんなことになるとは残念でしたね北条さん、やってやりましたよ。新たなる仮説を思いついたぞ。なあ、さっき泣き殻がどうとか言ってなかったか。私の知識、技術、ひらめきが生み出した新たな仮説。君とはなかなかいい縁がありそうだな。人の話聞いてる。マッドサイエンティストだな。お、超一流ソルジャー、トロフィーを獲得しました。私の知識、同じか。君とはなかなか、あれはやばいぞって言ってた人は。あの仮想データに勝ってしまうとは、君はまるでモンスターだねいや、モンスター以上ということか。いや、そう、褒めてないんですよ、全然褒められた感じしないんですよ。よし、じゃあちょっとセーブして、
ポーション買っとこう。いや、ポーションよりあれだな、ポーションよりあれだな。さてはブロンズバングル、アミュレット、イフリート、あれこれ黄色ついてるけどもう終わったよな私イフリート。あ、ランクがあって、ああーなるほど、はいはい、ランクがあるのね、マテリアハントの。ちょっとショップから、いやショップこれ増やしたいな、数ハイポーションとか買えるようにしたい。じゃあちょっとお話を進めるところに行って、どうやって行くんだっけ、こっちか、このエレベーターみたいなやつか、ここか。よう、ザックス、戦争終わっちまったな。そうなんだよ、俺の活躍聞いただろ。いや、それが全然、社内法には名前も載ってなかったぞ悲しい。テレビはセフィロスの活躍のためって言ってるしな。黒い組織だよ。だってセフィロスは B 隊で、神羅は、英雄はメディアが作るってことさ。夢壊すなよ。踊らされてんのよ。エントランスじゃない、展示ルーム、ソルジャー司令室だ。悲しいな。あ、来た。おめでとう。君は本日付でソルジャークラスファーストに昇格だ。やった、出世した。あれ、でもね、あんまり嬉しくない。アンジールがね。無理もない、いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった、手柄取らないでくださいよ。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきた。お、地球品来た。え、どこが変わった今あ、マテリアを6つ装備できるようになったんだ。え、でもクラスファーストになったってことはザックスファンクラブザックスファンクラブできる、もしかして何々の会みたいなある、前髪ツンツンの会みたいな、あなたも前髪ツンツンの会に入りませんかみたいな。リザルトボーナスで回復することもあります。だって服あんま変わってない変わってないよな。君がザックスか。そうだけど、クラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられる。あ、これで合成できるようになるのか。おお、でどうすりゃいいんだ。子犬の会ね、子犬の会いいね。メインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっているはずだ結構めたい説明してくれる。早速この2つのマテリアを合成してみるといい。マテリア合成がどんなものかわかるだろう。ファイアとブリザードをもらった。何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ。あ、みんな親切なんだよな、神羅の人たちって。一人一人はファイラとサンダーでブリザラが作れたりしますと。うんうんうん。でパラメータ値を効果の高い方が採用される、低い方の 50% が加算ですって。ファイヤーとブリザード。え、これなんで？こっちだと消費 SP がゼロ。
あ、これもらったやつで星がないからか。え、多分これ星がさ、上がれば上がるほどケアルガになってくってことか。ファイヤーとブリザードでサンダー作る。でも別にサンダーあるんだよな。わざわざ作んなくてもいいのかな、別に。言われた通りに。サンダーあるしな。やめよう、なんか、取っとこう。ソルジャー司令室に戻る。おいおい、マテリア合成の説明はもういいのか。え、やんなきゃダメ。もう大丈夫。マテリア合成は発展途上の技術だ。組み合わせとその結果など全てを解明できたわけではない。こいつやりますって言って本当は何もしてないなっていうのがバレてしまった。そして新発見があれば報告してくれ。目ざといな、この研究員。あ、わかりました、やってきますって言って。ああ、マテリア合成もバッチリだぜ。嘘ついてる。司令室まで戻ってくれ。今回の任務を伝える。了解。嘘ついてる。バッチリだぜ、してないのに。マテリアの合成なんかしてないのに。なんかもったいないから別のことに使えるかもと思って取っとこうっていうのがバレてしまった。カンセル。あ、人事発令。うわ、下記の通り2名の殉職を通知する。ソルジャー、クラスファースト、アンジール。クラスファースト、ジェネシス。うわ、死んだことになってる。神羅ニュース。黒い組織だよ、ほんと神羅ってさ。この会社な、やばい会社なのよ、やっぱ。カンセル、ラブレス見てきた。ラブレス見てきた、カンセル。タイトルだからね、これ、メールの。メールの件名だよ、これ。ラブレス見てきた。ジェネシス、殉職って発表されたぞ。こんな情報じゃ誰も騙せないよな。今日はミッドガルで舞台のラブレス見てきたぜ。ジェネシスが好きだったんだろう。古典劇なんて今更と思ったけどよかったぞ。原作は男が主人公だけど、舞台だと男を助けた女の視点のラブストーリーなのな。最後の男が女に言うセリフ。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待ってくれている人がいること。俺は知ってるから。ってところで号泣した。ツイッター。これツイッターじゃん、最後のとこ。これいるよな、いるっていうか私もよくやるもんこれ。今日はラブレス見てきました。ここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいることを俺は知ってるから。で、涙止まらんかった、泣いてる、今も泣いてるとか言ってさ、ツイッターに書くよなこれ。あー、ウケる。司令室だよな、行くの。あー、マジでいいなー、カンセル。ツリーにして投稿する人、そうかもしれない、カンセル。会社はジェネシスとハイカたち、そして見ちゃうんだよな、そういう人。アンジールの抹殺を決定した。それを俺が。いや、神羅軍が投入される。じゃあ俺は信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせる。どなそりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に。ゼフィロスさん、侵入者。どこに。ここだ。ゼフィロスは社長室、ザックスはエントランス。任せろ。でって、ちょっとここからなんか。でれれれれれれって、ででちょっとなんかここから大変そうなので、ちょっと今日この辺りで終わらせときましょうか。ちょ、緊迫した状況でいろいろこっから進むとなんか戻れなそうなので、ちょ、かなり緊迫した状況にありますが、今日はちょっとここで一区切りとさせていただきたいと思います。ちょっとなんか大変なことが起こるなこれからということで、また明日の夜も配信する予定でいますので、よろしくお願いします。
クライシスコアファイナルファンタジーリユニオン今後も進めていきたいと思いますので、チャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価などよろしくお願いします。ではでは皆さんお疲れ様でした。じゃあねー、バイバイ。